グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は諌まって雑草対策増援工事石張動画施工例。奥様から、雑草入って大変困ってるという放送だったんですよね。はい、この右側の塀の向こう側に駐車場の屋上庭園があるんですよ、うん、その上にあるレンガの様子です。今こちらが屋上なんですね。はい、雑草が見えますよね。これ防草シートを敷いて、そしてもう砂利や石をこうやっているはずなんですけれども。防草シート敷いてるんですか？敷いてこの草が出てるんです。で今はまだこれ草が小さいんですけど、はい、夏はもう膝ぐらいの高さまで伸びちゃって、それで一回処分してるんですよ。それで今はこれ冬なんで、まだそれでも残ってるみたいな。で、防草シートあるでしょ、この黒いところ。ああ、本当は見えますね。見えてます。これが某ご近所のホームセンターのお仕事なんです。お客さんが貼ったわけじゃないですからね。ホームセンターが自分の会社で売ってる防草シートを持ってきて、施工した低たらくな仕事です。それでも雑草生えちゃうんですね。やっぱりホームセンターの防草シートダメですよ。でこの手前の部分はきれいに縛りができたので、これからこの奥の雑草対策を始めます。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますので、お気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。雑草対策の施工事例がたくさん紹介されていますので、ホームページをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。